築元凶のトラベリーポップ。皆さんこんばんは、築元凶のノリです。タケです。ケンソです。この築元凶のトラベリンポップは、築元凶が影響を受けた音楽や思い出の一曲などを聞きながら3人で雑談しようという、なんともお気楽な音楽番組です。ということで早速今日の一曲を聞いてみましょう。どうぞ。僕なんですね、ノリですが、はい、この曲は、エルトン・ジョンの若いですね、ダニエルっていう曲ですね。まあ、こんなこと言ってどうかも分かりませんけど、僕はかなりの変態ですよね。変態ですよ。僕が一番かと思っとったんですけど、まあ変態は変態です。やっぱりね、人が聴いてた曲がどうもあまり好きじゃなくて、人が聴かない曲ばっかり子供の頃から聴いてました。でこれね、1973年のヒット曲なんですが、もちろんラジオではね、かすかに流れていた意識があるかな。それで僕あんまり聴いたことないですね。ただね、イギリスではまあヒットしとったんです、はい、らしいんですけど、僕もちょっと調べましたよ、ね。うん、ビルボードで多分 2位とか3位ぐらいまで入ってました。あ、そうですね。まあエルトン・ジョンは後にビッグヒット出ますけど、この頃はまだ徐々に売れてる感じかな。まあ、イギリスのミュージシャンなんですけど、ビートルズじゃなく僕はやっぱりエルトン・ジョンが好きでしたね。でラジオもそんな、僕三原市大和町なんですが、そんなにね入らないです。はい、FM が、 FM も、もう AM なんかほとんど入らない。どうなんでしょうか。でね、結局ね、まあかすかに聞いたんでしょう、ラジオでね、その時。ですぐレコード買いって、それもジャケ買いですよ。あ、どれがいいかわからない、当時第一産業、ずっと選んでね。でそれを僕みんなで聞くんじゃなしに、家帰ってコツ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 聞くんです。それまあかなりの変態です。友達はみんなベスト10とか見てね、いろんな西城秀樹じゃ、沢田研二じゃって言ってましたけど、僕まあそういう輪に入らずですね、帰ってレコードをの針を落としてエルトン・ジョンとか聞いてましたね。ミッシェル・ポルナレフとか、はいはいはい、そこら辺を聞く、まあ変態でした。そんなことはありませんでした。ありましたよ。まあ僕らあのディスク寺本ディスク寺わからんってローカル、ローカル。まあ三好師匠は、三好師匠は寺本、はい、ほんま小さいレコードがあったんですよ。まあ第一産業もあったんですよ、第一産業。え、ありました。あったあったんですよ、あったんですよ。そこで売ってました、レコードを売ってましたけどね、うん。まあ、当時レコードは3000円ぐらいしたのかな。しましたね。いや買わないんだね今とは。まあね、親父に頼んで買ってもらいましたけど、当時小遣いが月3000円とか2000円とかもらってて、それを全てアルバムに費やしてましたね。そうそうそう。でまあ、この曲をね、まあ、自分一人で聴きよったんで、まあ、朝かこれ好きな人はいないじゃろうってか思いながらずっと聴いてましたね、一人で。でまあ実はですね、ここのウェストミュージックジャンブリーのラジオをやってるマッキーさんの旦那さんがですね、まあ、ケンさんが、この曲好きだったって以前言っていただきまして、うわすごい嬉しかったですね。なんか
僕のエルトン・ジョンだったんですいや気持ちよいまあその嬉しさもありましたね。はい、ではこの辺で僕たちのオリジナル曲を聴いていただきましょう。では竹下君、曲紹介をお願いします。はい、では築元郷ポップトラベラーの中からお聴きください。ライブレコーディングでパワーオブソング。では来月のライブのお知らせを検索お願いします。11月の3日金曜日祝日、我々の、住んでる三好、毎年呼んでもらった三好ふれあいフェスタ、はい、で、ライブを呼んでもらっております。時間は我々が2時ぐらいぐらいですね。あ、もうちょっと早かったですね。これまたちょっとフェイスブックを見ていただいて、お越しください。そして今度11月6日月曜日、はい、平日、広島のライブハウスジャイブで、これ定期的に行われている分ですが、秋日、はい、秋日ライブにこれにちょっと参戦しようと思います、はい。時間は、20時、お時間があればですね、これ料金等またいろいろ問い合わせてお越しください。で、また続いていくこと、11月の11日、これはですね、長岡商事落成式ライブとなっておりますが、一般のお客も来れると、はい、入場料は無料、無料です。私らと一緒に広島の女子大生メルちゃんも、たぶんそっちがメインではないかと思いますが、ぜひとも、小原の工業団地ですね、小原の工業団地、いろいろお問い合わせいただいて来ていただきたいと思います、はい、19日、あ、出た、台風で伸び伸びになった、一番端っこに追いやられたんですけど、ウエストミー地区ジャンボリー、我々の福富町にこうエントリーしておったんですけど、延期になったのが19日に変わりましたので、ここで、ウエストミークジャンボリー福富に、我々参戦させていただきます、はい。時間もですね、で我々が、ケツから2番目だから2時ぐらいですね、はい、まあ、素敵なアーティストいっぱいおりますので、10時ぐらいからのスタートですから、ぜひとも見に来ていただきたいと思います。ほんで、11月の25日、またこれ三好なんですけど、この隣町の私が住んでる東海地のコミュニティセンターで、一番最後11月の28日、小原、隣の町の小原市のですね、市役所の、ホール、小原のシティホールってとこありました。そこのシティホールライブ、年に2ヶ月に1回のライブですから、そこにですね、ゲストとして読んでいただきます、はい。築元郷のトラベリンポップ、ダラダラとやってまいりました。約1ヶ月後のこの時間、 FM 初解説でまたお会いしましょう。築元郷のノリでした。だけでした。へそでした。それでは皆さん、さよなら。そっか、来月は天城越えが歌えるんじゃない。お母さん待っててね。お母さん多分聞かんと思う。